はい、次はどういう質問でしょうか。はい、次は中級パワーアップの、作文の問題から質問が来ています。手伝いもできなかったのに、こんなお土産までいただいて本当にありがとうございますという文章なんですけど、手伝いもできなかったのにのところ、とわずりじどもってんぬんでなんですけど、このもってんぬんでのところが、もとへんぬんでを分かち書きするのかしないのか迷いました。という質問です。と、も、あの、ひっつける方ね。そうですね。これとの違いですね。はい。発音は同じなので、迷うところですね。いい質問です。これ迷うのね。で、分かち書きがある方は、まあ、この肌の不可能なんですね。これは今仮に肌を使ってますけども、要するにこの後に来るこの動詞が表すこの動作を不可能を表してるわけ。だから何々できないんですよ。それに対してこれはね、もう一つの単語なんです。で、これがまあ、ちゃんとできないとかね、不得意っていうふうな、そんな意味になります。得意不得意。あまりうまくできないのがもっただ。こっちは、その動詞を否定するので分かち書き。別物なんですね。こちらは同じで、あまり上手にできないという、そういう、まあ、不得意という、そういう動詞。下手だっていう意味ね。そうですね。例えば、ものごそようだったらどうでしょう。分かち書きする場合としない場合で、ニュアンスの違い。持ったをの不可能だから食べられませんっていうのでは上。でも、その食べるのが苦手という意味で食べられない。例えば、私納豆は食べられないんですとか、アレルギーで食べられないとか、そういうちゃんと消化できない体質とか、何かね、そういう、それに類するものはこっち。能力がないってこあ、とそうですそうそう、ね。能力がない。食べたかったけど、時間がなくて食べられなかったっまあ、ていう上時です。は上ですよね。そうそう。まあ、基本的にはこういうね、不可能なのか、不得意なのかということで、考えると区別がつくと思います。はい、よくわかりました。ありがとうございました。